本日は、家をね、まあそろそろ建てたいなと思って、今回はちょっとそこの二次三次ランドにね遊びに行かせてもらいたいと思います。そう、ステーキロストさせちゃったんだよね。あ、暇です。金はないです、すみません。金はないんですけど、お願いがある。まあいいでしょう、しょうがでいいでしょう。骨粉見つけてほしい。骨粉とは、あと花。 OK、 じゃあ花を買ってきたらいいんですね。いっぱい任せてください。じゃあ行ってみます。あ、止まった。ん、はい、エビオです。はい、エビオです。はい、なんでしょう。ん、お、ね、これあ、コップ持ってます。自分今コップ持ってます、コップ持ってますよ今これ。はい、そういうことですか。右クリして花咲かせて、こういうこと、こういうことですか。合ってます。すげえ、今お花屋さんだな。いや、俺の将来の夢はお花屋さんだったからさ、実は。いやさ、ポピーの花言葉って知ってますか。僕は知らないので、誰かわかる方いたら教えてください。あ、戦っとる師匠が。あ、師匠らしいところを見てしまった。いや知らんよ、それは。逆にじゃあみんなポピーの花言葉知っとる？知らんやろ。わからん。別に花詳しいわけでもないし、別に花屋になりたいわけでもないし。すげえ、今お花屋さんだな。いや、俺の将来の夢はお花屋さんだったからさ、実は。いたわり重い。よくやった。師匠どっか行っちゃったな。前泉さん。前泉さん、ポピーの花言葉って知ってます？いたわり思いやりなんすよ。ぜひ受け取ってください。いたわりと思いやりです。あ、こう、よし。あ、これポピーの花言葉、いたわり思いやりです。ぜひ。はい、なんでちょっと引くんだよ、いつも。何なんですか。怖いです。逆にこっちもちょっと怖いです。花が欲しいのか。ヤグルマギクあげるわ。じゃあヤグルマギク、こっちじゃない正解は。ヤグルマギクだもん。フランスギクにしようか。フランスギクを開けようじゃん。いや、なんで避けるんだよ、フランスギク。まだやってる。え、エビオまだ花屋やってんだ。かわいいな。エビオまだ花屋やってんのか。花屋ずっとやる。エビオかわいいな。向こう何言ってんだろうな、本当配信で。エビは何か言ってるかな。何て言ってんだろう。気になるよね。なんか渡してる、花渡してる。え、キモい。いらん。急に消せてる。エビオのお花とかいらん。よかった。あ、ちなみにタンポポの花言葉とか知らない、みんな。ちょっと自慢したいんだけど。適当言うか。タンポポの花言葉は、
タンポポの花言葉は、なんだろうな。タンポポの花言葉何にしようかな。何がいいだろう。タンポポっぽいやつにしたいよな。黄色って言ったらもうバナナしか出てこないもんな。バナナ、ゴリラ、ウホウホ。やべ、ちょっとゴリラに住んじゃってる。タンポポはなんか勇気ですね。花言葉間違ってんのそれ。え、なんでバレてんの。え、早くね。え、バレてんだけどみんなに。え、嘘ですって言っとくか。ちゃんとね、真実を語っておきましょう。嘘ですよ。嘘で塗りかためられた人間だって言いたいのかお前。いや許せねえわ。許せねえよな。許せねれ。ちょっと待って、違う、ヤグルマギクが嘘なわけじゃない。違う、ヤグルマギクが嘘じゃない。違う、ヤグルマギクの花言葉は嘘ではない。違う、ごめん。なんて言って説明したらいいんだ。ちょっと待って、嘘が変な方向にこんがらがっちゃった。タンポポの花言葉は勇気じゃないんですよ。で、ヤグルマギクは嘘じゃないんですよ。意味がわかんねえよ。無理だ、俺にはもう改善のしようがない。もうみんなにはタンポポの花言葉は勇気だと思ってもらおう。ヤグルマギクの花言葉嘘だと思ってもらおう。しょうがない、これは。集合。皆さんに勇気を授けましょう。あ、集合写真ね。何ちょっと下、ちょっと全員うつむいてんだよ。いや、もうちょっと明るく上向けよ。どこを見てるの？俺以外ちょっと右下を見てるの？何かあるの？そこにアリの巣あります？そこ。大丈夫？ん？大丈夫？ウッディ？何ですよ、ウッディって。ウッディ？ウッディ？ウッディ？あ、ウッディ！え、ウッディがいる！え？ウッディがいる！ここにウッディがいるぞ！8月19日エビオ先輩からキモい花言葉と共にもらった花。そろそろじゃあ終わりますか。師匠に挨拶しとく。部屋だけあげに行くか。お邪魔しまーす。あ、いない。
あ、いた、今一瞬頭見えた、あれ。家入ったぞ、もしかしたら出てきた？え？どこ行った？あ、いた。師匠いないなぁ。あ、そうだ、甲子園渡ってるけどさ、でも今日拠点じゃないからな。いろいろ飾ってんね。エビオ先輩のから気もいらない。え、泣くよ？すごい。なんで俺こんな遠くまで来て精神的ダメージを負わなきゃダメなの？ポピーとか言ってたよね、確か。何怖い、なんかやばい音してる。え、何これ、何、うん、はい、すいません、すいません、師匠、ベルとかついてるんですか？え、すごいっすね。一回中で入りましょう。一回中入ってください。一回中入ってください。はい、どうぞ、ゆっくりして。いる？あ、いるじゃん。なに？これ見つかった？まさか本人が中に入ってくると落ち込んだ、もしかして。壁にすごい精神的ダメージ。どれがどっちどっちにダメージを受けたの？鼻の方帰る。何、なんて書いてほしい。足りるか？足りるか？分かった。よし、いいね。いや、これ真実しかないから。いや、真実だから。は真実やろ。よろしくお願いします。じゃあちょっと閉めとくんで。あ、ありがとうございます。じゃあ師匠お疲れさんです。天才で頭のいい英雄さんからいただいた美しい花でお願いします。ポピオのエビさんが言ってました。よし、え、完璧じゃないこれ。
あ、よし、できた。なんかログ流れた。あー、帰ってしまわれた。熱っ。これ死ぬな。あ、まあしょうがないね。てかベッド塞がれてるってどういうこと？お疲れ様でした。丸焼き。あいつ次覚えてろよ。ああ待って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 、俺もう今もうピッキーンってきたわ。ピッキーンってベッド持つ。ピッキーンや、ピッキーン、完全にピッキーンした今。